チャオ、あっちゃんです。緊急商品レビュー、いや何かっていうとね、ちょっとねフライングゲットしたもんがあって、明日2月の5日火曜日発売の、サントリー金麦、ゴールデンラガー本格二段仕込み天然水醸造 6% リキュール発泡酒、はい、サントリーのゴールデンラガーを、これあのエバーグリーンでね明日発売やねんけど、サントリーさんの許可を得て1日フライングで販売してます言うて放送流れて見に行ったらね、これやって98円で買ってきてんけど、ビールじゃないねん、リキュールやねん、第2のビール第3のビールなんかそんなやつやと思うんだけど、金麦、よう分からへんねんけど、ラガーの常識を変えたのは金麦でした。2月5日火曜日誕生、サントリー金麦ゴールドラガー、ラガーの常識を変えたのは金麦でした。常識を変えるほどの美味しさを届けたい、そんな思いからゴールドカラー金麦、あ、ゴールドカラーちゃうわ、金麦ゴールドラガーは誕生しました。醸造家が試行錯誤を繰り返しようやくたどり着いた本格二段仕込み製法による力強い飲み応えとコク、私たちがこだわり抜いたこの味わいをぜひお楽しみくださいって書いたんだけど、力強い飲み応えとコク、本格二段仕込み、麦の旨味やコクを引き出すため本格二段仕込み製法を当社のジャンルで初めて採用で、旨味麦芽、旨味成分の多い麦芽、旨味麦芽を使用することで麦の旨味を感じられる中身に仕上げました。 HHS 製法、当社独自の HHS 製法で作られた麦芽を一部使用することで心地の良い喉越しを再現。HHS はダブルデコク、ダブルデコクション製法、ちゃうわ、これは1や、二段製法ね、ごめん。 HHS とはハイテンプラチャーハイプレッシャー、高い温度高温、ハイプレッシャー高圧でスチーム、蒸気の略、要は高温高圧蒸気で、を使用し、常温常圧では引き出すことのできない、香り味成分を引き出す製法です。香味成分を引き出す、ね、です。商品プロフィールは、これやねんけども、金麦ゴールドラガー発泡酒、麦芽ホップ糖類スピリッツ小麦炭酸ガスを使用、アルコール 6% 350mg、でっかい方 500mg、栄養成分エネルギー 48kcal、タンパク質 0.1 から 0.3、 脂質0、糖質 2.7、食物繊維0から 0.2g、 ナトリウム0から 7mg、 100ml あたりね、かける 3.5 ね、これね、はい、ということで飲んでみたいと思います。あっちゃんビール飲めへんねんけどね、やっぱり YouTuber としてフライングゲットできたもんは早くレビューしたいやん、で飲んでみたいと思います。はい、こんな感じ。あ、カメラを叩いてしまっちゃったわ。こんな感じです。で、今ね、今日はね、お出かけして、朝からお出かけしてて、で、帰ってきてからね、もう晩ご飯作ってでやってたからね、本番まだ動画何も作ってない、今だから一本動画をね編集しとるところでね、ちょうど今動画が編集、あ、エラー出てる、ちょっと待って、動画編集をねしないとしてるところやねんけども、飲んでみたいと思います。では、いただきます。ビール飲めるかな？香りはね、ビールみたい。で、いただきます。苦い。喉越しすごくいい。美味しいよ。喉越しはね。飲み終わって口離した瞬間、苦い。こんなレビューでごめんなさい。でもね、すっきりして飲みやすい。ほんまビール飲めへんあっちゃんでもね、クックックって飲めるから。ごめん。いや、すっきりしてるよ。
これ飲めるかも、うん、美味しいよマジで。次これはいいかも、あの冬やからやけど夏はいいかも、うん、チビチビチビ飲んだらだんだん苦なってくるからね、わかんないけど、グレープフルーツの皮なめ、あの薄皮しがんでるみたいな感じ、どんなレビューや。はい、ということでね、今日フラインゲットしてきた金麦ゴールデンラガー飲んでみました。結構ねすっきりしてね、あの美味しいよ、あのビール飲めへんあっちゃんでもね、そんなめちゃくちゃ苦いわけでもなく、あのすっきりしてる。ねプレミアムモルツを超えたって言われてるらしいねんけど、プレミアムモルツして飲んだことないかわからへんねん、ごめん、こんなあっちゃんがレビューしてごめんなさい。でもうん、ビールは喉越しっていうけど、喉越しでクーって飲むにはいいと思います。はい、ねエバーグリーンでこれはね98円やってんけど、うん、これ98円やったらいいんちゃうかな。これはもしかしたらリピするかもわかんない。ビールって今までねいろんなビール試してみたね。ビールが飲めたらかっこいい大人っていうイメージがあって、でかっこいい大人になりたいなと思って一生懸命ビール飲んでんけど、やっぱり苦くてダメやってんけど、これいける、夏かもうほんま汗かいて帰ってきて暑いわーああいう時にキューって飲むのにいいかもわからへん。うん、いいですこれで。エールはちょっと飲んでんけど、飲んだ後フルーティー甘くて美味しかって、エールはいけたんやん、まあまあね、でも苦かってんけど、これそんなめちゃくちゃ苦い、あごめんごめん、すごいゲップでね後味がそんなに苦すぎずにね飲みやすい、うん、これいいと思います。アルコール 6% がね、この後どんなフラフラするかちょっとわからへんねんけどね、まあでもねありやと思います。うん、でこれヒロミとあれと長嶋一茂と2人でコマーシャルしとんだけどね、 YouTube 動画が3つぐらい上がっとんだけど1個見てん。だからヒロミがね、まあ CM やからまあ美味しいってどうせ美味しいって言うでしょうって言いながら飲んだ後にうまいって言っとったけどね、確かに、うん、お世辞抜きであっちゃんちょっとなんていうの、ビールって苦手やねんね。みんなそのあっちゃんが飲んでも、いやこれ美味しいなって、夏場の汗かいた時とか飲みたいなと思う。すごいすっきりしてて飲みやすいです。はい、サントリー金麦ゴールデンラガー、一切サントリーさんからは何ももらってませんが、フライングゲットしたんでね、せっかくやからもレビューさせてもらおうと思うんだけども、でこれね正直ビール苦手やから飲んで苦いまずい言うて終わったろうかなと思っとってん、正直。いやいや、そんな言えへんぐらい飲みやすい。うん、確かに苦いよ、苦いねんけど、苦い後にねクリアさ、ほんまなんかクリアーな、なんていうのかな、やっぱスピリッツやからかな、あとすっきりしてるの、後味がビールみたいにしつこく口の中に絡んで苦いのが残らへん、うんとお子ちゃま口でごめんなさい、ほんまに レビュー下手やねんこういうのね、ダメやねんけど、あっちゃんでも飲める、うん、すごくいいです。はい、好きか嫌いかって言ったら好きかもわからない、うん、好きですとも、いやもうこれからこれ飲みますとは言わへん。やっぱり甘いのが好きで、カシスオレンジとかが好きなあっちゃんやから、カルアミルクとかが好きなあっちゃんやから、って言いながらジントニックとかジンバックが好きなあっちゃんやねんけど、ビールは苦くて飲めへんかって、だからあっちゃんがお酒飲まへんかったんはビールを飲んで、ね、大人になったらビールを飲むやん、でいろんな機会 で乾杯はビールでってなって、一口飲んで苦い無理ってなって、お酒は飲めないんだ私って思ってたね、うん、でもこれやったら飲めます。金麦ゴールドラガーやったら乾杯ビールとは言わへんからけど、乾杯は金麦ゴールドラガーやったらいけます、大丈夫です。はいでこの前ね、ノンアルコールビール飲んでんけど、まずかったん、無理やったん、それぐらいアルコールなかったもあの苦いビールの味は無理やねんけども、苦いのは苦いよ、グレープフルーツの皮舐めとるぐらい苦いけども、
すっきり飲みやすくてね、うん、いいんじゃないのかな。ちょっとこれをね、ちびちび飲んでみます。苦い、これはダメ。ちびちび飲むもんじゃ、あー苦い。ちびちび飲んでダメ。もう豪快にカーッと、カーッといかなあかんね。うん、もうビールっていう飲み方しなあかんね。カーッ、プハーって、おっさんになって飲まなあかんな。うん。こんな感じ。もうほぼね、多分もうこれで終わりちゃうかな。はい、もう350の缶、もうこれで終わり。いつもね、チューハイ飲んどってもこんなペースで飲まへんねん。で、こんなペースで飲んでも、飲み始めてからね、大体もうすぐ、もうビールなんかやったら、一口、二口で顔が真っ赤っかになってきてダメやねんね。ビールって 4.5% かそんなもんやな、確か。ちゃうかな、わからへんねんけど。これ 6% やねんけども、全然、まだ顔も赤くもならへんし、わかんない。これから数分後どうなるかわかんないよ。でも、大丈夫です。ただね、今ご飯食べ終わって、出だった病とかからお腹がいっぱいなんね。飲めるかなと思いながら出してんけど、これでチビチビの絶対苦いやろなと思いながらゴクゴクって一気に飲んでんけども、そんな匂いも回らへんしね。でも、うん、喉越しはすごくいいです。はい、こんな、ビールが飲めないあっちゃんでも飲めます。ごめん、ゲップばっかりで、もうビールはね。でもようね、あっちゃんがこう飲み会とかで行った時、ビール飲むおっさん連中みんなゲップゲップゲップ出てる。お姉さんもビール飲む人ゲップするから、ビールはゲップしてもええもんなんちゃうかな。知らん、ビールとちゃうけどね。うん、ラガーをの常識を変えた。確かにそうかもわからへん、うん、ゴールデンラガーは飲めるかも。金麦とか飲んだことないね、正直。あ、金麦飲んだかな、リッチモルツってやつ。わからへん、覚えてへん、あんま興味ない。覚えてないねんけど、うん、このゴールデンラガー、これは今度から買ってきて飲んでもいいかもわかんない。夏場はね、買っとこうかも。もうね、ほんまもう暑くてガーって飲んで、いいかも。はい、ということで、サントリー金麦、フライングゲットして、明日、2月の5日発売です。ほんまにこれレビューしていいのかな、知らんねんけど、まあ、明日発売なので、ぜひぜひ買ってみてください。いや、美味しいよ。ほんまにこれクックって今みたいに一口一口かゴクゴクゴクって飲んだら、そんなに苦味もないしね、喉越しすごくいい。うん、いいと思います、これは。はい、いうことで、2月の5日火曜日発売、サントリー金麦ゴールデンラガー、ぜひよかったら飲んでみてください。あっちゃんはフライングゲットしたんで、はい。ね、あっちゃんねるのことを嫌いになっても、サントリー、金麦、ゴールデンラガーのことは嫌いにならないでください。えっみたいなね。はい。ということでね。なんのこっちゃら。はい。ということでね。今日ほんま晩ご飯の時飲もうかも思ってんけどね。レビューしゃんなあかんからと思って、先飲んでしもたらなと思って飲ま、今頃になって飲んでんけど、もう早速この動画ね、アップします。はい。ということで、ただいま、21時36分です。はい。ということで、今日のあっちゃんの、サントリー金麦ゴールデンラガー本格二段仕込み天然水、天然水浄土やからかな、すっごいね、飲み口すっきりしてんね。飲んだ後もすごいすっきりして、一瞬苦いの残んだけども、その苦いのもうあっちゅう間になくなってね、すっごく飲みやすいです。これビールダメなあちゃんでも飲めます。はい、で多分ビール苦手な人も、金麦ゴールデンラガー一度試してみてください。結構飲みやすいです。はい、いうことで、ただチビチビ飲んだらダメよ、ゴクゴクって飲まな、苦いのがすごく残るんでね、一気に飲んでください。美味しかったです。これほんま美味しかったですって言って、あっちゃんほんまにね、このヒロミがコマーシャルしとって、こんなんコマーシャルから美味しい言うてんねやろって飲んだ後にうまいって言った。いや、それでも CM の演出やろと思ったけど、ほんまに美味しいです。苦いのが分からんことないけど、苦いぐらいね、ちょっと苦いでももうすっきりしてね。そんな感じやからね。うん、そんな、後々まで苦いのが口の中に苦いの絡みつけて残らへんし、飲みやすいです。ただ、物足らんかどうかわからんけど、モルツってどんなんか知らんし、他のと比べようないねんけども、だから、なんていうのかな。やけども、これは今まで飲んだビールの中でも一番飲みやすいんじゃないのかなと思いました。
はい、ということで美味しかったです。ではまたね、バイバイ。明日2月5日発売ですよ。